沖縄の人たちの気持ちが、沖縄の人たちの気持ちだっていうふうに騙されるかっていう、この違いだけ、でありますので、これを騙されないようにするのが沖縄フォーラムの一番大事な仕事だと思っております。そこで、ちょっと紹介しますけれども、沖縄の復帰の歴史をちゃんと後世に伝えていくのが最も重要だなというふうに私なりには思っておりまして、能力はないんですけれども地道にですね、なんとか書かないといけないと思って、八重山日報に今連載毎週月曜日持っているんですけれども、まあ、1回ぽっきりの記事がですね、こんな1000文字足らずなので、なかなか1000文字だけ読んでたらなかなかストーリーがよく飲み込めないと思うんですね。それも1週間に1回だけですので、ですので去年の1月からの分を全部、1月7日、これ沖縄フォーラムのホームページですか、沖縄フォーラムのホームページに令和元年活動のまとめ ② というところで、八重山日報に書いてある連載を全部まとめておりますので、流して読んでいただくと、おそらく感動するんじゃないかなとおそらく、へー、復帰ってこんなことがあったのかっていう感動するような話が、多分続けて読むと感動すると。まあ、一文字でも結構難しいんですよね、こういう連載って。これなりにも何らかの完結しないといけないし、文脈が、文字数が少ないから簡単かと思ったらそうでもないところがありまして、ずっと続けてこう載っけますので、1年分だーっと読んで、通して読んでいただくと面白いかなと思います。また今こっちでやってるフォーラム の毎月の連続セミナーの動画も、全部まとめて見れるように整理いたしました。年末年始寝ないで、去年の屋良忠平先生の会から、佐藤総理、吉田支援、仲良し良子、平達夫、そして、演説の8人の弁士、8人だけど7人は NG ということで公開しておりませんので、7人分の動画こちらで見れます。で、去年1年間の連続セミナーの動画をこっちで全部見れるように整理出しましたので、お時間が参加できなくて見逃したところをご覧いただければというふうに思います。はい、話戻りまして、このような大変な思いをしたんですけれども、復帰を望んでいるのになぜかその沖縄県祖国復帰協議会っていう復帰を推進していた団体が突然表変して、即時無条件全面返還と突然言い出して、日の丸振ってたのがなぜか赤鉢巻に変わっていったという話なんですが、その裏に何があったのかというのを、私なりに調べましたら、やっぱりチャイナ、中国問題と沖縄問題のセットでありますので、昭和39年1月26日、1960年1月26日の人民日報で毛沢東が宣言をしていると。これは毛沢東文書、これここに書いてあるのは毛沢東文集第8巻とそこに書いてあります。これはもう毛沢東っていうのは建国の父で、中華人民共和国建国の父であるようですので、絶対消せない話なんですけれども、今中国は琉球は古来から中華民族の陣だみたいなことを言い始めておりますが、毛沢東大先生はそんなことは一言も言っておりません。どのように言ってたかと、日本語訳、中国人民は固く日本人民の偉大なる愛国闘争を支持すると毛沢東が宣言をしたという記事なんですね。毛沢東が日本人民の愛国闘争を支持しているという話なんですけれども、日本の人々が1月26日に開催した大反米デモは偉大なる愛国運動である、中国人民を代表して日本の英雄の皆様に敬意を表明します。日本人が大好きなんですね。最近日本では米国に対して大規模な大衆運動を開始し、米国の F-105D 型格闘再戦闘機と原子力潜水艦の日本駐留を反対、すべての米軍基地の撤去要求と米軍武装部隊の撤去の要求、ここですね、日本の領土沖縄の返還要求、日米安全保障条約の廃止等々、すべてこれは日本人民の意思と願望を反映をしている、中国人民は心から日本の正義の戦いを支援しますと毛沢東大先生はおっしゃったわけであります。
琉球は古来から中華民族の一員だっていうチャイナ人がいた。私これをこのこれを外務省これをコピーしてこれ毛沢東先生に歯向かうのって出しゃいいのにって私は思っちゃったりするんですけども、こういうことでございます。ただ純粋な愛国運動支持ではなくって、沖縄県民といわゆる愛国反米ですね、愛国と愛国親米は NG、 愛国の人は反米なければならないという意味での反米統一戦線を日本に伸ばしたということですけども、これをもっとシンボリックに表す切手がございました。これは、中国青年友好大交換会というのが1965年よく先ほどの宣言の翌年にあったんですけども、まだ日中国交回復前ですけども、なんか社会党とかいろんな人たちがなんか中国に行ったらしいんですね、なんか青年交流会というか。でそこでもう有名人とかもう毛沢東大先生に会って周内とかなってもう大興奮したっていう話があるんですけど、その時の書類なんですけども、これ中国の切手で上側に書いてあるのは、中日両国人民は団結して共通の敵である米帝国主義に反対しようとこう書いてあるわけなんですけども、これはもう多分前代未聞の最初で最後だと思うんですけど、中国切手だけど日本語が書いているというこういう切手、沖縄を返せ、この切手はこういう切手はもう多分出ないんじゃないでしょうかね。沖縄の復帰運動は沖縄を返せというのはもう中国共産党の方針だったわけですよね。でも返せと言っても、本当に返すつもりはないんですね。日米安保を破棄さえすればいいわけなんです。日米沖縄を復帰をさせようと思う、沖縄が復帰をすれば、要はもう沖縄っていうのは米軍にとってましてやベトナム戦争真っ最中、これ以上いやもうこれ以上アメリカに対する嫌がらせはないっていうようなことが沖縄を返せなんですね。当時はそれをやらせれば日米安保がひびが入って、日米安保を破棄して沖縄から米軍がいなくなったら自分たちはその間に着々と核も開発をして米軍が来なくても大丈夫で、米軍を追い出せるぐらいの核ミサイルを持って、そして日中国交回復をして日本にも傀儡政権を作ってやってやろうと多分思ってたんじゃないかなと思うんですね。だから日中国交回復とは成功、日中国交回復は成功しましたけれども、日米安保破棄は先ほどの動画にあったようにあれにより奇跡的に日米安保も沖縄の復帰も両方ゲットしたというですね、大成功を犯した、大成功にたまたま奇跡的に終わったと。もう一つ沖縄の復帰で大きなことがあったんですけれども、今日本は核武装しろって言ってもなんだか全然非現実的になっちゃいましたね。このいつから非現実的になったか分かりますでしょうか。いつからか、このいつからなのかと、非核三原則という言葉がどこで出てきたかというところ、沖縄返還交渉で出てきたわけですね。沖縄の米軍基地に核ミサイルが残ってるじゃないか、復帰しても核は沖縄に来るのか来ないのかっていうのが沖縄返還協定の一番の最大テーマになったわけです。そこで出てきたのが核抜き本土並みっていう言葉が沖縄返還の落としどころ、沖縄が日本に復帰したら米軍の基地機能は維持するけれども米軍に核は全部持ってってもらうよと、そして基地は日米安全保障条約で日本に基地があるのと同じような全く同じ条件で沖縄だけ特別扱いはしない、本土と同じ基準で日米米軍基地を置きますよというのがこれは本土並み、核抜き本土並みの沖縄返還というふうになったわけなんです。そこで本当に核持ち込むのか持ち込まないのかどうだろうこうだろうって言った時に何が起きたかというと、この非核三原則に関する国会決議というのが昭和46年の11月24日この日に初めて非核三原則が国会で決議されたんです。これは何の日かというと衆議院で沖縄返還協定が批准された日なんですよ。沖縄返還協定の批准と非核三原則の決議はセットだったんです。沖縄を返す、彼ら沖縄を返すことには沖縄を、中国は沖縄を
復帰をさせないで自分たちのものの安保を発揮することには失敗はしたんだけれども、置き土産として非核三原則を日本に植え付けることに成功したわけです。この時何やってましたか、中国は。もう核実験を持ってるじゃないですか。自分たちは核実験もやって、その後1971年、この頃ですかね、人工衛星、45年のね、夏ですね、人工衛星。人工衛星が1970年ですか。70年。じゃこのもう前年に人工衛星を打ち上げて、事実上核保有国になって、大阪の万博に合わせてね、人工衛星。そうなんですか。あ、で日本にはしっかり沖縄の返還闘争を、まあ、返還運動じゃなくて沖縄の彼だけれども、沖縄復帰闘争ですね、復帰闘争を通じて非核三原則を日本政府に植え付けることに成功したと。これで私たちは未だに苦労しているということなんです。だから沖縄で何が起きているかっていうのを知っておかないと騙されちゃうんですね。私それと全く今回似てるのが、あのヘイトスピーチ規制法だと思うんですよ。集団的自衛権とか何だか通すときにガス抜きとして、ヘイトスピーチ規制法を通しちゃいましたね。これで今度沖縄の人たちが独立するぞって言って、お前たち何言ってんだ、日本人だろうって言ったら、あ、沖縄ヘイト、琉球ヘイトって言われて、沖縄の復帰運動を止められなくなっちゃいます。そうやって、まあ、そういうことが沖縄で起きてたと。これがあの沖縄がダダをこねる理由なんですね。こういう戦略的ダダこねですから、ダダこねには理由は必ずあると思わないといけないと思います。で、これ1964年の日中友好運動史のお話ですけれども、まあ、この時にも中国が、まあ、東京オリンピックの時に核実験をやったんですけれども、日中友好協会はそれを擁護してたよという記録が、ございます。この時に核の廃絶もやる気があるって毛沢東は言ってるって書いてあるんで、今もやってほしいなというふうに思います。はい、で最後に、沖縄がダダこねる理由、轟かせよ愛の沖縄琉球の声、こういうその沖縄の人の知らないところで琉球独立、沖縄たちは先住民族だっていう運動が起きてるんですけども、その核となっているのがこの反差別国際運動日本委員会今だというところと市民外交センターというところですけれども、やっぱ安倍一方出てますね、今会員協会なんですね。こういう人たちが出ておりますけれども、このこれが、こっちが反差別国際運動のホームページで、代表に武者の工事金秀と、金秀という人がいます。この方は、これは村会報道の中央本部の委員長とかいますけれども、この方々はもう完全に北朝鮮の信奉者だと。このもう日本で一番北朝鮮から信頼されている男という人なんですね。この人は国連大学の副学長までやっておりますけれども、まあ、こういった方々が沖縄の人たちは先住民族だとか差別だとか沖縄の自己決定権だとか基地反対運動の中核にいるような人たちは今どうも主張思想を信じていると、だからダダをこねるんだと、永遠にダダをこねる、日本が滅びるまでダダをこねるというぐらい徹底してダダをこねると思います。今アイヌの方で、なんだっけ、よく鮭を解禁されてないのに、なんか鮭取ったりして、なんかアイヌの権利だみたいなことを言っておりますけれども、まあ、こういうようなことが起きてくるんですね。まあ、そのうち多分、アイヌはアイヌ人なのにアイヌ語で教育を受けられないアイヌの民族学校を作れって必ず言ってくるはずなんですね。沖縄でも同じようなことをやっていて、沖縄ではシマクトゥバが一団地のアイデンティティだと、シマクトゥバを学校で教えるようにしなければいけないと。沖縄では今もう日常で沖縄の方言を喋れる人たちがもういなくなっていると、沖縄のアイデンティティを維持するためにはちゃんと方言が日常で喋れなければいけないというようなことを言い始めると、ふわーってしてると反論できないんですよね。言っちゃうけどそっちに行ったらなと、なんかシマクツバとかなんか聞いたこともない方言とも方言とかわからないシマ言葉っていうのは、まあ、日本語ですよね、シマ言葉、沖縄の名前でシマクツバっていうのが沖縄の方言で、彼ら的に言えばなんか琉球語らしいですけれども、そういった運動が起きておりますので、まあ、こういった裏にあるものをこの地底思想というところの悪事を表に引きずり出さないといけないかなというふうに思っております。で、この地底思想で終わったら気持ちが悪いので、
最後にちょっとなんかいい歌を聴いて終わりにしたいなと思いますけれども、あの沖縄の歌っていうのがあの、まあ、ビギンとか流行っておりますけれども、これはあの、まあ、沖縄、まあ、沖縄小吉とかいうルーツもいますけれども、沖縄の民謡でもないけど、ポップソング、いわゆるあのポピュラーソング、最近の新しい歌だけども地方の歌っていうのがどんどん作られてくるっていうのは全国47都道府県の中で なぜか不思議なことに沖縄だけだと思うんですよね。まあ、民謡っていえばあの、まあ、民謡調のポップソングっていうんですかね、これができてるっていうのはあの先住民族だからできてるんじゃなくて、まあ、日本人のルーツだからできてると私は思うんですけども、これを解明をするのが結構今後重要になってくるかなというふうに思っております。沖縄の民謡ではないんですけど、沖縄の方言で歌ったディズニーの歌っていうのがありますので、これあのかなり品質がなんか沖縄で撮影してるんですけども、映像の品質はものすごく高いんですね。なんであこれこういう映像技術のある人が仲間にいるといいなと思いながら見てるんですけど、こちらうまい見てみてください。コメントでも何でもいただけますでしょうか。